はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。前回割と激戦になりましたけども、負傷兵をですね結構取りまして1万5000ぐらい取っております。実質今ですね6万足す1万5000、7万5000ぐらい兵士がいる状態だと思います。で、物資の方は金が約3万、そして兵糧が18万弱という具合ですね。2都市で9万ずつぐらいな感じでしょうか。まあまあなんとかいい感じの物資にはなってきております。この状態でですね、楽に兵士を増やすことができれば、やっとですね攻めていけるんじゃないかと思いますね。あとは攻め寄るいい武将、これをことごとく取りたいというところでございます。さて今回、呂布なんか迫ってきちゃうけど、呂布取ったらすごくないかなんて考えるとワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって参りましょう。南海からですね、またこれ来てますね。ウガンじゃないな、これ戦費かな。宗人どうでしょうか。そろそろ宗人は確認しても親愛ぐらいしかいないんで、いけると思いますけどね。下がれば老波もダメか。もう一段階待った方がいいかも。世話になる。おっと来ましたね。言ってたら来た。宗人は大きいぞ。ロハもついでに来ちゃって。頼むぜ。おお、すごい来ちゃいましたね。そして南海から2万、ウガンか。またウガンだ。これ嫌だな。この行軍2900とか、これどうなったらこんな数値になるんだ。これ触ったら終わりですね。こう大丈夫かな。睨まれたら終わり。そして徐行がここに兵站切れのままいますね。攻めてくる感じでしょうか。我々はまた包囲占領の用意がしたいところ。うわ、ゴマス塗りがそらそうだよな。あれ、こっち来る。なんか曲がってきた。ウガン大丈夫ですね。こっちに向かっては来ない。しかしゴマス塗りはちょっと強烈。すごい部隊数、すごいな。6部隊と前に3部隊。ちょっとやばいかもしれないですね。建安から7000ですね。7部隊出して技法かけようと思います。この2部隊なんですけども、あー、絶妙にくっついてきますね。ちょっとやりづらい。建安から2000出しております。技法がですねちょっと効かなかったんで撤退を始めました。危ない危ない。んで、ウガン止まってる。なんで止まってるんだこれ、謎の止まり。建安からですね包囲占領いけると思いますんで、見越して奉仕の部隊ですね。何部隊出しましたっけ。7、7、6かな。7ですね。7出して近くで止めとく感じでやろうと思っております。当たらないようにしたいんですけど、大丈夫かな。あ、ギリ当たったか。しかしこれよりは従ってもらいます。従ってもらいましょう。これで何部隊だ。7部隊だか、そんぐらいいましたよね。いただきます。ご報告いたします。一番欲しいのは甲冑ですかね。霊強上がる、レベル8。まあ上がったところでね、あんまり拡張するとこもないんですよね。内政ばっかしなんだもん。うん、甲冑諸葛金あたりですね。これが欲しいですね。このターンはですね、こちらの呂布ですね、技法がうまくはまるかどうかですね。使者がお待ちです。呂布のスピードが速いので、ちょっと技法失敗すると一気にですねやられちゃうんですが、はい、使者はカットですね。今のところ技法かからないで、こっちに追ってくるのか。それはそれで平坦切れますけどね、おそらく。ただ意外とね動けちゃうから、飛翔だから、それがね怖いんですよ。
おっと、大丈夫たるものの満点かかい。うわすごい。そしてコーチ、捉えない。なかなかビッグヒットはいかないですね。でここにいるのはバウン力諸葛金ですね。あとはこれです。ウガンをタイムリミット内で倒せるのかどうか、ちょっと怪しくなってきましたね。目覚めたらちょっとねやられちゃうかもしれない。大丈夫か。バウン力捉える。大丈夫なのか。バトーがいるけど関係ないよね。大丈夫だよね。でウガンがまだ目を覚ましましたね。今覚ました。消えたか。やり損だもん。一方両夫すごい進んだな。予定より一歩進んでもう全然技法が届かない。これはローハンやられちゃうな。あっちの一歩の方が早いですからね。ただ平坦を確実に切りに行きたいけど届かないか。これは届かないな。まず呂布からですね。ローハン逃げられるか。一歩進んじゃうかな。 OKOKOK 大丈夫ですね。追いつかれはしない。なんとか切れないかな。あと一歩か切れるまで。あれでここに落石あったけど、こちらをご覧ください。あれ落石ありましたよね、ここにね。呂布ってなんかそんなのありました。罠はないよね。あれれ間違えてなんかやっちゃいました。もしかして撤去かなんか。5がまた1万6000出しましたね。地獄ですよ。もうすごいですよ今。この先頭の2人はとりあえず技法かけました。ただくっついちゃうかもしれないんで、そこがちょっと不安なところで。宗神を透析大修理に出し、陳頭ですね、ここの眼光配置いたしまして射抜いてやろうと思います。そして龍板でこの後ろ取れると思うんでスパッと切りたいですね。あとはここを三越がスパッと切ってくれれば、まあそれだけでも平坦切れになるというところ。ちょっと熱いですねここで。呂布がもう何をしたいかわからない。何しに来たんだ呂布は。ローハン真っ白でございます。ただこのターンさすがに平坦が切れると思いますが、どうでしょうか。つなげるとこまで行っちゃうかな。行かないですよね。陳州を捉える。あれつながっちゃうかなこれ。大丈夫。ちょっと当たりもしない。 OK です。うわ焦った。でもちょっとこの位置深いんでなかなかやりに行けないかな。難しいですね。復活したらすぐ戻されちゃうし、ちょっと遠いな。やめときますか。これはやめときましょう。無理はしない。そして会計ですね。三越さんいい仕事ですね。きっちり平坦を切ってくれました。この2部隊両毛そして陳部やりたい放題ですね。これ行っちゃってよろしいでしょう。行きましょうか。また陳部しねしね団ですね。結成です。県安勢はですね全員退却いたします。ちょっとこの呂布は遠いということで、すぐ脇を通っていくローハン。呂布は底痛持ってましたっけ。底痛はないか。単慮か。しかん捉えたものは陳州ですね。中性93すぐ来そうな顔してますね。大丈夫ですね。親愛武将とか義兄弟とかいませんね。ちょいよ。おいおい冗談きついぜ。じゃあ縄もきつくな。会計の方ちょっと見たいですね。なんかねまた結構な死人が出そうな気がするんですよね。作友陳州を訪ねました。作友で取れるのですよね。またラオシクがね適当なこと言ってますね。ここら辺はダメでしょ。一応従ってるんですけど僕もね。旅隊ダメ。長英長英で来ましたね。陳州早かったです。一旦でこちらに来ました。さてあとは炎症学神ですね。女子が何人かいる。かわいそうだな。みんなねゼータガンダムみたいにね宇宙の塵になっていくんだよこれは。うわーすごい連鎖しまくってる。
三越も結構ね壊滅したりしながらですね、何人か怪我すると出なくなるのかな。おっとすいません、猛魚出しちゃいました、すいません学神さん、すいません、あ違う、三越に出したらダメだな、そっかそっか、そういうのもあるんだ、三越倒しちゃってる、いけませんね、チンと意外とバカですね。そして呂布はもう一回向かってくるというところですね。どういう風に進んでくるのか、また老半狙いかな。そろそろですね、この大波がこちらに届いてくる頃でございます。どうでしょう、ちょっとだけ技法かけてるけど結構ね技法強いんですよね超人、やめとくか。呂布またこっちですね、老半狙いだこれ、うわどういうなんつうの AI なのか、ああ歩を取られたのちょっと地味に嫌だな。5から1万5000出してきますね。また出てるのが陳武かな、陳武と呂蒙ですね、これ両方とも欲しいな、あんまりこれ怪我してない感じしますね、健康だ、健やかですね、随分ね頑丈頑丈、これは突っ切ってもらってね、技法からの平坦斬りで惜しいですね。一方こちら超人らが向かってきております、どうでしょう、技法をかけたいんですけどね、半紙隣の5にいまして中性が81、うん来ないか、ねえねえって何応援ね、応援、あーダメか、これあれかな、なんかいましたっけ、あ大丈夫でした、竜具できました、やりましたね。で技法が今とこ聞いてない、こちらをご覧ください、これはやべえかもしれない、聞かなかったですね、うんうん、それは聞かないでしょうね、ガセじゃなかなかね、一応ガセでも知力ね高い方なんですけどね、こちらではこちらですね、呂布の平坦は切りました、だがここがちょっと難しいな、肩を発見して周体はとりあえず効きましたね、挑発まで入ってる、挑発の方が効くのかな、どうなんだろう、効いちゃうと巨長が間に合っちゃうけども、どうでしょうか。おっとそれで超人が落とし穴踏んじゃったか、せっかくの私たちの大切な罠を無駄に踏み寄って、罠踏んだら踏んだら文句言いますからね、あ挑発の方が有効に効いちゃって技法は効かなくなりましたね。こちらをご覧ください、ただ平坦斬りがもういけるんじゃないかな、 あと1マスか、でも後ろ下がりきらないでしょこれ、いけますね、命令か、2ターンできっちりいけるでしょう。うまくいくかどうか、ここがちょっと分岐点かなと思います。炎光が突っ込んでくるがどうなるか、うーん難しいかな、いい感じいってるかな、もうこれで切れるのは確定ですね。ただなんかリジュが前に進んできちゃってるんで、ここは衝撃をやられちゃうかな、まあそれでも、ああと1マスなのか、厳しいな、1ターン様子見ですね、ちょっとずつ前には進んでくると思いますが、いや来ないな、なかなか来ない、どういうことだ。あれ関水馬頭が北平にいるんですけど、私なんかしましたっけ、あれ交渉の時、いや罰しか押してないから、まあでもなんかミスったんでしょうね、逃げたってのも見なかったですけど、んーまあ逃げられましたか一緒に、いやなんかあったっけなって、いやちょっとね覚えてないんですけど、やっちまった、まあしょうがないですね、
またね、巡り合う時は来るかもしれない。その時はもう初段しかないわけですね。さてさて、引きつけて引きつけて、このターンで平坦はもう切れている。どうするんだい君たち。で、呂布をですね、取れないかとちょっとやってます。再走隣ですから。どうでしょうか。うん、来ないか。88なんですけどね、呂布だったら来そうな気がしますが、どうですか。いや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 、ダメか、ダメか。全員行くぞ。ダメ。ああ、もうダメだ。全員ダメですね。そして平坦切れ5部隊ご報告いたします。これを迅速に迅速に倒さないといけない。まず兵数が多いこの2部隊ですね、合わせて2万近くある巨長と超人ですね。集中してやりましょう。さてさて、平坦切れのところ殺到しておりますが、倒しきれるかどうかですね。一番多い超人、ここがちょっと難しい。で、巨長にロシクが火を放っております。うまくいくのかどうか。さらに混乱足していく。緩急口どっちに入れたんだろう。緩急口に入れちゃってたらちょっともったいないですね。捕らえてしまった緩急口。うん、厳しいですね。かなり厳しい状態。次のターンでかなり減らさないとちょっと超人にやられちゃいますね。逆に一方会計です。三越さんがね、また平坦を切ってこちらにプレゼントですね。いい加減チンブ捕らえろよというエールですね。ひしひしと感じます。さあやっちゃいましょう。チンブしねしね団第3回行ってみよう。少ない兵数でも部隊をかけております。どうでしょう。これで超人倒せるかどうかというところが焦点ですが、合成と太子寺入りましたからの、これは到着いいですね。範囲で入って倒せそう。巨長撃破捕らえる、いいぞ。集隊お捕らえる、いいぞ。核変状態からの超人だけだ。援護捕らえない。核変終了。超人倒せましたが捕らえる。きたー、この3人は大きいぞ。超人巨長集隊どうする。これ超パワーアップなんだけど。いや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 、やりましたね。あとは、カクさんですよ。カクさんのご来店を待ちわびるだけ。で、リジュが取れそうなんですけど、リジュはね、100いかないんですよね。元がいくつでしたっけ ?94 とかそんなもんですよね。ブーストで94か。どう見ても。だから93ぐらいかな、これは。92かもしれない。うん。あとで公式本読んで、編集時に書いておきます。まあどちらにしろ行かないですね。こちらのブースト最大で5なんで行かないということ、分かりました。で、今回のビッグウェーブは跳ね返して、なかなかの豊作ですね。全然兵数も減らなかったですし、いいんじゃないですか。かなりプラスです。で、チンブシネシネ団ですね、向かっております。隊長は総人です。三越がね、こっちほら見ててくれますけど、あんまり時間かけると3越来ちゃいますからね。さてさて、ということで兵数ですね、7万7000で、負傷兵これ結構いますよね。これね、どう考えてもちょっと見てみましょう。都市にはいないかな。都市一覧で見ましょう。都市一覧、都市で軍事かな。負傷兵都市にはいませんね。部隊にどれだけいるか。あ、そうでもないな、細かいですね。だから全部で5000いかないな。まあ3000ぐらいは余裕でいますね。そんなもんですね。だから8万ですね。実質我々 S8 万まで来ましたね。なかなか行ってますね。で、我々のキャパがですね、5万と7万なんで、合わせて12万というところ。で、12万だとちょっとね、剣安の守りが薄くなっちゃうんで、
難解を倒すにはちょっともうちょっと必要だと思うんですよね。でそのためには物資も必要、いろいろ貯めないといけないですね。あの輸送隊横付け作戦しかないですね。そうすれば物資もいくらでも持てるんで、そういう方針で今行こうかなと思っております。で新しいの来ましたね。ソソケソですね。ソソケソ、お父さんの方のパパソソケソですよ言いづらいのを無理やり言うなっていう。尊敬ですね。ソソケソです。あのカタカナで書くと。やってきましたね。なんかソソケソも取れそうだな。こっちで働いた方がいいんじゃないでしょうかね。えそんな気がいたします。そして公金はですね7万増えてますね。それはね輸送しきれないですよね。ここで使い切れないですよね。確かに5は常に7万ですけどね。その7万常に死んでますけど、多分1回も会計迫ってないかな。1回ぐらいタッチしたかな。まあそんなレベルですよ。だってここら辺閉じてないですもんね。本当に危なかったら閉じるはずなんで来てないはずですよね。いや素晴らしい。本当会計守るだけでかなり楽しいゲーム性になってますけどね。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンをグググググッと押しちゃってください。 Twitter フォローは概要欄です。それじゃみんな、またんご。